するしない。どうも、ひなたあいこです。中里あるなです。河野直哉です。あれどうしたのかな。はい、今回の動画は、はい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 、前回あの行われたペアマッチで、はい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 、ありましたね、はいはい、私が河野さんに、はいはいはい、負けまして、はいはい、負けてましたね、はい。言うてもなんかどうも予定クラブみたいな、勝ち負けの話なんで負けてましたね。そう、負けたので、はいはいはい、ちょっとお願いを聞くよという約束をした結果、あの時、はい、コノさんが私に言ったワードをもう一度言ってもらっていいですか。あ、優しくしてほしいですね。それは私だけでいいんですか。いやいやいや、2人いるならせっかくなら2人にもね。せっかくならってまあ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 やんなよ、もうやんなよな。、ま、私あんま関係ないてかさ、優しくない。優しくはない。は？多分全員が思ってるよ、本当に。特にどっち？ひなたんにこき使われてるよねとかさ言われる？いや、やっぱコメント見るとさ、うん、ポンコツだよね。ポンコツってワードが出てる時点で優しくされてるわけじゃないからね。私がポンコツって言ったのを気に入ってなかったってこと？違う違う違う、気に入ってる。今いろんなキャラを作ってくれて気に入ってはいる、うん、けど本来は優しくしてほしいに決まってるじゃない。いつも話長いよとかさ、なんか全然面白くないとかさ、すげえうっぷんしてるって言ってくるわけじゃない。そうじゃなくて、もうこのまま5分でもいいよ、10分でもいい、この時間帯はもうとにかく、うん、神だと思ってほしいのね、2人に。あ、俺を神だと思って対応してほしいの。よく言えるな。違う、そういう企画だから。で、もう本当にこの人のために尽くしたいっていうふうにやってほしいの。何でもいいよ、うん、言葉でもいいし、やってほしいことはその神のように優しく対応してほしいの一つでいいの。そうよ、それだけでいいの。まあそれだけでいいのっていう言葉遣いもちょっとなんかよくわかんないけど、いいのですかみたいな。あ、敬語を使った神だからね。なるほどね、神だからね。今はね、まだ始まってないからね。え、今なるほどなるほど、要望を聞いてる最中からもうお野菜オーラすごいからね今。さあ、あとマッサージとかさ、マッサージはしてほしいさ。首をマッサージしてほしい。いや、痛いの。だからもう本当に、うん、いつもお疲れ様っていう感じよ。お金払ったら持ってくれるよ。違う違う違う、するしないの、いつも青でいじってばっかでごめんねみたいな。いじってないもん。え、その2点でいいの。あ、違う違う、いいんですか。そういうとこなんだよね。その2点でいいんですか。そういうとこ。え、それいいの、他にあるんですか。いや、あるね。まだあるんですか。まだあるの。何ですか。あとやっぱずっと褒めててほしい、その時間はもう。ああ、敬って褒めててほしいのね。褒めててマッサージもしながら、うんうん、もうとにかく、はい、マッサージもしながらって全部同時で欲しいの。日頃の感謝。あ、俺への あるか分かんないよ。あるか分かんないけど、優しさってことはそういうもんだからね、わかります皆さん。優しさっていう以外のなんか以上のものを求めてる。まあ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 、ちょっとまあ君はちょっと喋っていいよ、喋んなくて。キャップズって、まあ、はるちゃんはいつも優しい、なんだかんだやってくれるけど、今日は付き添いで申し訳ないけども、まあ優しくしてほしい。もうしてもいいんだけど、それって面白い。いや、これは面白いとかじゃないんだよね、負けたから。じゃ、今日の企画はブルーのお願いを一つ叶えましょうみたいなタイトルだから一つが多いんだよ。具体的にどう優しくしてほしいのって言われたから、じゃあもう分かった、今の全部やろう。そう、マッサージをしながら神様のように敬って、いつも言えないこと言ってよ。なんか心に秘めてるけど、こいつ言ったら調子乗るなみたいなことあるでしょ、きっと。え、でもある、それは。そうなの、ね、うん、言っていいの。いや、それを言ってよってこと。言いながらマッサージしてほしいってこと。そうそう、だけど、本当にこれもうルールね、ルール、うん、テロップでしたって書いて、ダダンって書いて、ルールは、もう本当に止まっちゃうのね、まず。とかもダメだし、あんな自分がと言うのに。今回もそう、短時間だからで、じゃあ時間決めよう。でいいよ、何分、ね、まあ、まあ、本当は1時間くらいなんだけど、投げよ。投げよ、飽きちゃうじゃん、見てる人たちも。いや、こっちも飽きてるわ、まあ、5分から8分だね。あ、10分なんでいいの。だから10分の動画はもう10、すでに10分、ほんと15分くらいの動画でいいの、こんなのが。ただ、俺はもう感謝してほしいわけ、うん、いいよいいよ、やろう。だから、ほんとあれだよ、ツッコミとかもダメだからね、ちなみに。じゃあ、最初5分の設定して納得いかないことがあったら30秒伸ばす設定どう。いや、納得いかないことがあってはならないから。だって、私の線引きとさ、河野さんの線引きちょっと違うとこあるじゃん。じゃあ、例えばよ、愛子がさ、うん、いや、でも本当に喋りうまいよねみたいな、でしょでしょ、うるせえよとか、うるせえよ、うるせえよ、そんなこと言わないよ、絶対言わない。だけど、なんかさっきの敬うレベルがかなりの
土敬語を使ってこいよ圧がすごいのよ。土敬語というかもう神だから今日はこの5分は神。じゃあ5分でいいのね。あなたたちが最もリスペクトしている方みたいなもんのよ、うん、じゃあ呼び方は神様でいいの。いや、直也様わが直也様。今まで言われたことないこの2人にみたいな、はいはいはい、なんかいろいろさ、なんか下に見られてたからさ、うん、今日は、下に見られてから、うんでちゃったねそんなことないのよ、まあ、さあ、ということで、今回河野直也さんのご要望にお答えする、ちょっとごめんね、河野直也様ね今回は、河野直也様のご要望にお答えする5分間、神のように敬い、マッサージをし、褒めまくる、こちらを決行したいと思います。お見苦しい動画になるかもしれませんがぜひ皆さん最後までご覧になってください。まあ5分だからね。それでは5分間スタートします。お肩失礼します、うん、ちょっと腕失礼しますね、うん、あ、いいよいいよ。あ、結構直也様お肩お凝りになられてますね。あ、うん、いいよいいよ。直也様腕筋肉ありますね、さすがです、うん、最近お仕事の方どうなんですか。結構ありがたいことに忙しくなってきたね。え、今度どんなお仕事をされるんですか。やっぱり今だったらまあ経済のことについて考えたり。え、そんな難しい問題を。さすがですね。あ、やっぱり、うん、なんかちょっと難しいこと言った時に力強くなるのやめてくんないかな、後ろの方。でもすごい凝ってるんで。ああ、なるほどなるほど、そういうことね、うん、びっくりするぐらいなんか急に強くなる時あるから。お手手の方はいかがですか、力加減は。うまい、本当ですか。すごいよ、光栄でございます、うん、すごい、ありがとうございます、うん、最近はあの、はい、ブルーに対してなんかここ良かったなみたいなとこなんかありました。いや、もうほんと解説が最高で。ああ、あんま解説してないんだけどね。いや、過去の作品も全て私見てるので。ああ、はいはいはい、はい、一番でございますよ、そんなのは。なんかいつも話長いとかよく言うじゃない。それはもう溢れ出る知識の差かなと思いまして。ああ、なるほどね。いざ仕方ないってことね。そうなんです。言葉の多さが魅力ですもんね。ほんとです。もう知識の量が半端ない言葉の多さが魅力ね。うん、なるほどなるほど。ちょっと同じとこやりすぎだね。すいません、ちょっと拝見失礼します。失礼しますね、うん肩の方、力加減いかがでしょうか。あのね、本当にね、普通にうまい。ありがとうございます。みんな二人ともね、マジ普通にうまいんだよね。ありがとうございます、うん、ちょっと厳しいこと言おうと思ったんだけど、すごくいい、快適。そうです。あとは喋りだけかな。ありがとうございます。やっぱ褒めてないもんね、まず。なんか自分たちから普通に言わなきゃいけないんじゃないかなと思って。さっきあの教室とかで講師をされてるとか。あ、お聞きしました。あ、してるしてるしてる。なんか、まあ、生徒さんにあんだけ慕われるのはやっぱり人柄かなと思うところがあります。それはあるのかもね、知れないか。まあそれもまあにじみ出てきてしまうものが、やっと世間が追いついてきたかなっていう感じがしますよね。あ、まあそう言われたらそうなのかもしれないね。私なんてもう足元にも呼びません、本当に。まあ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 、まあ、よく頑張ってる二人とも。ありがとうございます、お褒めにいただき、私たちに何かこうアドバイスしてくださることがあるなら。いいんですか、いただいても。はい、ぜひお褒めいただきたいなと。まあやっぱイエローに関しては、はい、もうちょっとしっかり出しゃばる、うん、これがやっぱ大事だね。そうなんですよね、私もやっぱり自分を出していかないとなと思ってるんですけど、うん、直也さんもちょっと見習っていかないとなと思ってます。でもまあ聞き役としての位置抜群だから、あ、まあ、それはあのずっと続けていってほしい、はい、でまあピンクについては、はい、まあ、やっぱり直也に対してもうちょっと先輩だということを気持ち込めた方がいいね。やっぱり私まだまだいたわなくて本当にも申し訳ございません。あ、まあまあ、あの天才肌だと思うんだけど、あのやっぱり名前も天才肌の一部だと思うから。天才肌の一部、はい。はい、どうした、いやいやいや、素敵なお言葉だったね。こいつマジかみたいな感じ。ちょっとリピートさせていただきたいですみんな、はい、まあ、あの位置だと位置づけとしてはね、そっち側の人間かなと思うから、はい、ちょっとすごいすごいすごいな、急に来てるな、ちょっと怒ってらっしゃるみたいな。あ、そうかそうかそうか、いい場所が、あの敬えるときはやっぱ敬った方がいいかなっていう感じかな、はい、いやもうすごくす、ね、尊敬してる先輩の一人ですからね。あ、一番先輩してる、尊敬してるのかな、やっぱり。いや、ダントツ1位ですね。ダントツですよね、もうそれはそうですよね。やっぱり、ね、ちなみに2人とも一番どこが好きなの、やっぱり。いや、やはり麻雀が強いところですよね。あ、麻雀が強い、うん、次は次、うん、私はやっぱりあのイケメンなとこですかね。顔が本当端正なお友達で、ね、うん、素晴らしいイケメンと同じ、ね、うん、じゃあ2番目に好きなところは、とはご家庭をちゃんと守っている大黒柱として、はい、まあ、それがもう、うん、もう娘
旦さんもね、そうそう、あの奥様もすごく幸せだなと思って。おお、なるほど、まあいいことだね、はい、あの後ろの方はいや、もう体型が、まれたってことあれないの？体型がすごくいいなっていうのを思ってますよね。体型いつもすごい、なんかスレンダーボディで足も長く、あ、まだあと1分になったら、お顔もちっちゃいので、お顔もちっちゃいので、もうほんと素晴らしい、あの外見もされてるし中身も素晴らしいなってところがあって、あ、ね、正直もうランクもつけられないというか、うん、難しいですよね、ナベ様のいいところ言い言いすぎてもね、結構すべてなんで、はい、でも悪いとこどこなんだろうみたいな。一つ上げるっていうのも、一つ上げてみて、悪いところ、唯一言う悪いところあれば。悪いところですか、悪いところですか、そうですね、まあワン回答はないだったんだけど、考えちゃってると思うちょっとおかしいな。ないんですけど、強いて言うなら、強いて言うなら、まあ、麻雀が強すぎる、それぐらいですからね。あ、まあ結果出してないけど、まあまあ言わんとしてることはわかるかな。いや、でもまあ長年ね、ずっとこうリーグも落ちることなく打ち続けるジャンルの高さは、うん、やはりもう直哉様の実力あってこそだと。あ、もう今後もね、あのそれをリスペクトの気持ちだけは忘れずにね、はい、あの日々精進していっていただきたいなと思います。いや、ありがとうございます。いってほんとにね、5分って結構あるね。こんな世の中に長い5分あんだなと。いや、ミスちゃった。やっぱ10分にすればいけなかったな。いけた、全然。ということで5分終了しました。ちょっと一回あのヘッドホン借りていいですか。あのヘッドホン、これは俺だろうな、ヘッドホンするのはな。一瞬これ使ってたんだけど、これ聞こえちゃうかもしれない。これプラスヘッドホンの方がいい。一回ちょっと、で真ん中後ろちょっと下がってもらっていいですか。ちょっと下がってもらって。さあ、というわけで5分終了しました。直哉様の5分間。どうだった？ちょっと辛かった。ちょっとなの？ちょっと。あ、本当胸クソ悪かったよ。あ、こんな久々にこんな傲慢な男に会ったと思ったよ。絶対嫌いなタイプだもん。5分って長いね。なかなかさ、麻雀でちょっとさ、どんぐりの背比べでさ、うん、負けた勝ったの話でさ、あんなに要求してくる男子おる？すごかった ね。あ、要求が結構多くて、びっくりしちゃった。俺のことどう思ってんのっていうのがさ、いける。ブルーとしか思ってないから。まあしょうがない。もう大丈夫だよ。褒めたかね。いや、もう本当に、うん、やっぱ最高だなと思って。今だって1個だけ聞こえたもんね、ブルーしか聞こえなかったもん。ブルーはブルーですよね。ブルーしないのブルーです。今後もね、まあ、こうやってたまにはやっぱり甘やかすじゃないですけどね、まあ、やっていってあげるのがやっぱいいかなって思いました、改めて。いや、本当素敵な時間ありがとうございました。この動画も終わりにするよ。終わり終わり。二度と来ない直哉バースデーみたいな感じだったね。最高だったね、うん、はい、では皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。さよなら。